ね、6月20日、郡山の開所式がね、ありましたけども、本当にこれからね、働きが進んでいきます。まあ9月か10月か11月か、子供たちがね、来る予定と聞いておりますけども、はいね、ぜひ、ご利用にしていただきたいと思います。神様に感謝したいと思います。ね、本当に考えてみればね、主の十字架はですね、お金のない教会なわけです。ね、なぜこれほどお金のない教会なのかな、時々思うことがありますけどね。それがね、全世界に行き、そしてこうね、郡山ね、このカラシ谷の会を通して、この児童養護施設のね、この働きがなり、またどん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 ね、この働きが進んでるということを見るときね、本当にこの神様の助けをね、見ることができています。さあね、ご覧くださり、またね、覚えてお祈りしていただきたいと思います。これからさらにね、これが最後ではなくて、これからもね、日本中に神様ね、これからそういう時代になると語られてますので、子どもたちのためにね、そういう働きをしていきますので、お守りのある方はね、ぜひこの自然の意志のパートナーになられることをお願いしたいと思いますし、またね、本当にお守りになる方はね、その働きのためにね、祈ってね、備えておいていただきたいなということで思うわけです。はい、そしてですね、最後に出ましたけれども、この今月か、もう今月なんでね、26日から29日にかけて、この白馬キャンプが導かれています。ぜひね、おいでください。またね、このキャンプを通して多くの恵み祝福、また癒し奇跡をね、見ていますので、それを受けていただきたいなと思っています。ちょっと週報、週報の方に出しましたけれども、今回ね、夜行便で、この多くの方が行きますので、まあ東京アルティングまでね、ちょっとわからないという人もいる可能性があると思って、まあ私も夜行便ですから、ですね、一緒に行く方はね、ちょっと登録をお願いします。そして、同時にですね、調べたらね、まあ、私は朝ごはん食べたいと思ってますので、大体ね、6時ぐらいのね、6時ちょっとぐらいかな、電車に乗る必要がありますので、まあ、着くのは5時半ということは30分ぐらいしかないということなんで、荷物をね、預けずに、ね、もしその方はですね、まあ、ゆっくり来られる方でいいですよ。ですね、それは構いませんけども、預けずに、この手荷物として持って入っていただいて、そして集合していく。そしてね、スカイマークの方もいらっしゃるんで、スカイマークはね、第一ターミナルともあるんですね。アナはね、第二ターミナルともあるんですね。さあどうしましょう。そこで集合してると時間ないんで、ね、モノレールではなくて京成ですと、ね、入り口は違いますけど中で一緒、ね、時々あるじゃないですか、入り口は別々なのに中に入ると、ね、一緒になっちゃってるって。ですからね、京成ですとね、入り口はね、第一ターミナル、第二ターミナルありますけども、中でね、プラットフォームは一つしかありませんから、そこで待ち合わせということで、ね、しますので、ね、よろしくお願いしたいと思っています。はい、そしてですね、今パトモスチームが使わされています。ぜひ覚えておいてくださり、なんか見てるとね、暑いとかなんか書いてるところもありましたから、ただね、体調が守られてね、ぜひ覚えておいてしていただきたいと思います。それでは今日はですね、この黙示録の連行の35回目として、この18章の1節から8節をお見せてまいりました。これはバビロンに対するですね、この裁きですけれども、1節に、この後私はもう一人の御使いが大きな権威を帯びて天から下ってくるのを見た。地はその栄光のために明るくなった。彼は力強い声で叫んでいった。倒れた大バビロンが倒れた。そして悪霊の住まい、あらゆる汚れた霊どもの巣窟、あらゆる汚れた憎むべき鳥のものを巣窟となったですね。これ何かというとね、神様の権威を持って、ね、一人の御使いが来るわけです。
そしてこの宣言をすることですね。大バビロンが倒れた。でところがですね、そのバビロンが倒れたっていうところはね、14章の8節ね、このね、また大の別の御使いが続いてやってきて、大バビロンが倒れた激しい御使いへ飛行する、その不貧困の葡萄酒をすべての国の民に飲ませたもの。またね、17章の、ね、16節にもね、あなたが見た10本の角とあなたの獣はその陰謀を憎み、彼女を荒廃させ裸にし、その肉を喰らい、彼女を火で焼き尽くようになります。ですからもう前からね、この予言されているわけですが、そしてここで倒れた、これから倒れますよじゃないですね、倒れたという過去形、つまり宣言なんですね。これつまりこの時ですね、この時系列がね、これもうごちゃごちゃなんですけども、このですね、そのさね、イエス様が再臨されて、この裁きの時になった時に、大バビロンが倒れたぞというね、宣言を神様がされるということね、見てください。そして3節から、それは全ての国々の民が彼女の不貧困に対する激しい見返りの葡萄酒を飲み、地上の王たちは彼女との不貧困を行い、地上の商人たちは彼女の、極度の公職によって富を得たから。じゃあなぜ神様がね、こんなことをね、言うのかというと、つまり地のね、民が、王様が、商人が、ね、そのバビロンと不貧困を行っていたから、つまりその罪のゆえに、このようにこの激しいね、この倒れ方をするぞってね、ここでこの言ってるわけですね。でその中でね、この4節に、それから私は天からもう一つの声がこういうのを聞いた。我が民をこの女から離れなさい。その罪を預からないため、またその災害を起きないためです。でこの時我が民はですからね、この時はね、まだクリスチャンではありません、ユダヤ人、ね、の方だと思われますけれども、ただね、言ってるのは神様の民はその近づかないように、これね、今日ね、特にね、ちょっと示されたんですけども、このね、示されてないのにね、そのね、この罪と関わらないよとかね、これね、大事なんですね。なんだろう、ね、ここに何て書いてあるかとね、その災害が起きないためです、ね、その罪を預からないため、その災害が起きないためです。だからね、罪を犯している人が、ね、その罪をね、悔い改めること大事なんですが、その罪の上に人々に対して罪を犯させてしまうというね、影響力ってね、あるって言ってるんです。これはね、この黙示録のだけじゃなくてね、この時代においてもね、そのね、いろんなね、この言葉がね、私たちにね、訴えてくるものがありますから。で、かつてね、死の十字架、避難中傷をした方々のね、一つの特徴があります。これなんです。これって何かというと、その人たちがね、あることないこと言うでしょ。だから言葉気をつけてください。自分が正しいと思って言ってることだってね、神様にね、ないこと言ってる時あるんだからね。その方々は本当に自分が正しいと思って言ってましたけども、その結果ね、逆にね、その言葉によって物を去っていってしまったり、胞子を下ろしてしまったり、ね、ずれていってしまったりね、ですね、そういう方がね、起きてきてしまったわけです、ね、だからね、それを見ながらね、なんでと思ったんですが、でその時ね、罪の影響で引っ張られてるんだな。だからね、このね、この罪って非常にね、この的外れって言うんですけども、引っ張るものがあるんですね。だからね、言葉にはね、気をつけていただきたいと思いますけども。そして5節に、なぜなら彼女の罪は積み重なって天にまで届き、神は彼女の不正を覚えておられるからです。
あなたは彼女の支払ったものをそのままか、彼女に返し、彼女の行いに応じて2倍にして戻しなさい。彼女が混ぜ合わせた杯の中に彼女のために2倍の量を混ぜ合わせなさい。でこの時ね、罪が重なって満ちるということがあります。あの悔い改めってね、罪がなくなるってことですけども、これね、ある面ね、悔い改めないと罪はね、罪を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 ってね、積み重ねていってるんだよということで、ね、聖書は言って、そしてこれ天にまで、つまりこのもう満ち溢れちゃってそこまでいった罪ですよ。だからそのためにこの支払ったものをそのまま彼女に返しなさい。だからその罪に対する裁きっていうのはね、あのその返しなさい、でこれ2倍にして返しなさいで、ね、だからね、どうなるかというと7節、彼女は自分を誇り交渉に吹けたと同じだけの苦しみと悲しみとを彼女に与えなさい。彼女は心の中で、私は女王の座についているものであり野望ではないから悲しみを知らないというからです。でそのバビロンはですね、自分は、ね、この選ばれたものである、だからこれもう傲慢ですね。自分はこの正しいものである。でそしてね、傲慢の人の特徴がここに出てるんですね。あの山もみのようではない、つまり他の人と比べるから傲慢なんだ。傲慢って ね自分が高ぶる部分もありますけどね、一つの特徴はね、他の人と比べる、あの人のようじゃない、ね、これね、逆に言うとね、自分が正しいけどあれは正しくない、ね、聖書の中で自分を義とするものがあるじゃないですか。これね、神様が義なんですよ。自分が正しいと思ったってね、神様が正しくないって言ったら正しくないんだから、ここもね気をつけてくださいね。だからね、罪の誘惑ってね、そういうとこから来るのね。自分が正しいと思ってね、ですね、そしたら神様に受けられないとね、そこでいかにばね、カインとアベルですよ、ね、自分が捧げたものがね、受け取られなくて、なんだ弟かって言ってね、だからこれ自分正しいと思ったんです。だからね、ここでね、このバビロンは自分は正しい、あの女のようではない、そしたらそこに悲しみを知らない、じゃあその悲しみを与えていこうというふうになるわけですね。で、8節に、それが一日のうちにさまざまな災害、すなわち死病、悲しみ、飢えが彼女を襲い、彼女は火で焼き尽くされます。彼女を裁く神である主は力の強い方々です。で、一日でこの裁きは完了しますが、ただね、この先週お話しましたけども、この16節のね、から17節、この17章ですね、前のページの。あなたの見た10本の角とあなたの獣がその陰符を憎み、彼女を荒廃させ裸にし、その肉を喰らい、彼女を火で焼き尽くすようになります。それは神が御言葉の成就をする時まで、神の御心を行う思いを彼らの心に起こさせ、彼らが心を一つにして、その支配を獣に与えるようにされるからです。だからね、この時ね、一日で滅ぼされるというのは、この反キリストが、そのバビロンですね、大バビロン、ね、私はこれ、一つはね、このローマだと思っています。そのローマに対して、この一日で襲いかかって、この荒廃させる、つまり、そこを、ね、滅ぼしてしまう、ということを、ね、思っています。で、ですからね、さらにね、その中で、この神様のね、裁きが正しいということをね、見ておいていただきたいと思います。お願いします。愛する天の地の神様、最後の年を知らなと愛し、あなたに従い、あなたのうちに歩むことができますように助け導いてください。癒しの祈りの時を持ってまいりたいと思います。まず悔い改めの時をお持ちしてまいりましょう。お願いします。愛する天の地の神様、癒しを注ぎ、礼を注ぎ、この祝福を持って満たしてください。
イエス・キリストによって癒されよ、癒されよ、癒されよ。オーラサンダラサンダラ。なんかこの腰が痛い、重いという方がいますが、それが癒されていきます。またこの頭痛の方が癒されていきます。イエス・キリストに癒されよ、癒されよ、癒されよ。イエス様の皆によってお祈りとします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美してまいりましょう。私たち一同ともに、いよいよとこしえに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。短くにとこしえに。イエス・キリストの皆によってお祈りとします。アメン。